この化け物が、落ちろ、落ちろ。EX モデルとは、バンダイさんが2001年から展開した新機軸のプラモデルシリーズである。皆様が望むアイテムを商品化するために、ガレージキットより作りやすく、ガレージキットより安くを目指し、映像作品の世界観をプラモデルとして広げていくシリーズなのだそうな。ざっくり言うと、大手競合メーカーのインジェクションキットではなく、弱小同人メーカーのガレージキットを比較対象として誕生した、よもすえな商品なのでおます。たまにバンダイさんが企画するマイナーなキャラクターのプラモデルシリーズ。例えば、90年代に発売されたリミテッドモデルの上位キットみたいな存在でして、リミテッドモデルの場合、開発コストを抑えた上で、キット自体もしょぼい仕様だったのに対し、EX モデルは、開発コストを回収するために値段を高く設定してあるため、出来自体はかなりの高水準だったのよん。そのせいか、最近でもたまに再販されるなど、かなり優遇されてるシリーズなのでございます。その通り。最大の特徴は、こんなものを、よくもまあキット化できたものだな。なんて感動するほどのよもすえなチョイス。おそらく、瓦礫で買ったら半端ない値段がするに違いねえ。真のガノタならばだね。次のキットにつなげるために、お布施として最低10個購入するのが当然の行為なんどすえ。そうだ、その通り。しかーし、1個買ったくらいで。このシリーズ、割高だよな。なんて言ってるやさ、プラモデルってもんがわかってないのにちげえねえ。ガンプラが今でも大量に売れてるおかげで、キットを安い値段で提供できてるという大前提。すなわち、販売数を見込めないキットは、その分割高になるパティーン。この程度のキットで驚いてるようじゃ、バンダイさんにピシャリと決め台詞をかまされちまうのでありんすよ。熱意が足りませんでしたー。ガルマドップは、通常、ガルマザビ専用ドップと呼ばれる、ジオンの若様が乗る戦闘機なんでおま。ブラウンのパーソナルカラーで塗装された機体は、地球方面軍司令、ガルマザビ大佐専用の司令機として活躍したそうな。まあね、ガウ攻撃空母から出てくるびっくりドッキリメカなんで、その性能もして知るべし。アニメ本編では、ガンダムに大使館に戦ったのはいいけども、結局、撃破できずに撤退したのよ。参ったねー。てか、撃墜されなかったのがまか不思議。ゲームでは、ペチってな感じで瞬殺されることの方が多いのよん。そうだそうだ、クリームそうだ。ガルマドップのキットは、2002年2200円で発売されたのでしたとさ。2001年に発売された、100分の1と144分の1のドップファイターのセットから、144分の1のドップのみを単品販売。ブラウン、じゃねえや。オレンジっぽい成型色に変更して発売されたのでございます。コックピットのキャノピーをクリアーパーツで再現してるのが超素敵。でもねでもね、上半分だけなんで、下の方は塗装するしかないのよねん。クリアーパーツで内部が丸見えなのにそれなのに、肝心のガルマのフィギュアがついてないのよ。あいたたたー。ランディングギアは展開や収納が可能。後部のノズルはあっさりした造形なんで、ディテールを追加するのがよろしかろうと思いやす。さらには、なんと、ハイグレードユニバーサルセンチュリーで使える。大判のジオン軍マーキングシールがおまけとして付属するのだー。いらねえ。どういうこと？デカールならまだしも、普通のシールなんていらんよね。このキット、対象年齢15歳以上って書いてあっけど、実際は30歳以上が対象だよね。そうだよね。こんな硬派なキットにだよ、素人向けのおまけをつけるのはいかがなものかと思ったりしたもんざいもん。てか、このシール自体、結構金かかってるにょろーん。このシールがなけりゃ、おそらく、1000円切ってたのは間違いないと思われまする。嘘だとは言ってもね、ガンプラブームの頃の、森永、機動戦士ガンダムミルクキャラメルのおまけのドップにときめいた世代にはね、結構思い入れのある存在なのは間違いねえ。プラキットとしては、G ジェネの反則の時に SD のキットが出て以来、21世紀にドップのキットが発売されるた、夢にも思わなかったものよのう。生産数が少ないんで中古でもなかなか安くならないのだけどね、プラも本来の楽しみ方を味わえるので、プラモ初心者の方にこそ勧めたいシリーズでしたとさ。瓦礫よりは安いのでおます。